はいどうもピオキングです。今日はですね、僕コースを作ってきたんですよ。っていうのもですね、たまにコメントでピオキングさんコース作らないんですかと、そんなコメントをいただくことがあるんですよ。あ、ちょっとその前にいいかな、今日本当はねオフの日だったんで編集サボっていいかな。テロップとか今ついてないと思うんですけど、まあコースの紹介するだけだからいいかなと。でちょっと話戻すんですけど、まあさっきも言った通りね、ピオキングさんのコースをやってみたいですと、そういうありがたいコメントをいただくんですよ。ただみんなちょっと聞いてくれるかな、僕のコースの制作力のセンスのなさ半端ないよ。だがしかし、このコース一生懸命作りました。僕が一生懸命3分間かけて作りました。なんでぜひですね、皆さんに遊んでもらえたら嬉しいかなと思い、今日この動画を撮っています。まあ3分っていうのは実際ちょっと持ったかもしんないんですけど、5分10分ぐらいで作れたんですよね。いやもっとコース来れよと、そう思ってる方いるかもしれません。だってわかんないんだもん。どんなコース作ればいいか全然思い浮かないんだもん。ということでですね、このコース投稿していきたいんですけど、今日この動画を投稿する前日に撮ってるんだよね。まあ今日金曜日でしょ。なんでもしかしたら僕がもう投稿してるのを知ってる方いるかもしれないね。はい、それじゃあ話はこの辺にして、このコースをクリアしてね、投稿していきたいと思います。チュン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 。はい、それじゃあここからはね、11月26日今日撮ってるわけなんですけど、昨日クリアチェックも終わって1日経ちました。やっぱりありがたいことにね、僕の新作コースを遊んでる方がいらっしゃるみたいなんですよ。まあ、コースのページまで行ってないんだけど、お知らせが何通か来ててね、それで分かったんだよね。で、ここからがね、僕一番気になるところなんだけど、クリア率何パーセントだいと思う？ちょっと予想していいかな？ 1% から 1.5% ぐらい。そのくらいのクリア率だと思います。早速見ていきましょう。意外と高えな。1.81%、 意外と高かったね。ただこの動画を見てこのコースをプレイしてくれる方がね、いて、このクリア率が上がるか下がるかどっちかだよね。そしてこのコースのベストタイム 4.26 秒でキノキラさんが取ってるんですけど、このコースを 4.26 秒でクリアするってマジで異常だからね。マジですごいと思うんだよね。で、このね、サムネの画面じゃあんまりわかんないと思うんだけど、昨日のままのコースをですね、クリアチェックした時に結構簡単だったから、ちょっとだけいじらせてもらってるんだよね。あとね、ちょっとした罠が一つだけあるんだけど、引っかかる方いるんじゃないかなって思うんですよ。その罠に引っかかった方、僕が多分どんな顔で見てるからね。で、コメントも5件だけどちょっとついてるよね。見ていっていいかな。マイファザー。謎すぎでしょ。私のお父さんですかって言われてる。そうです、私がパパだよ。はい、まあこの辺にしといて。チキンラーメン食え、どういうこと、どういうことだろう、チキンラーメンって何。で、毎日動画見てます、一発マリオがあるので遊んでほしいです、動画投稿頑張ってください、どうもいつもありがとう。で、ここまで行けたけど、あ、クリアできなかったのかな、ちょっと難しくしすぎたかな。それじゃあ今日はですね、この辺で終わりたいと思うんですけど、コース ID は 8DB0M9PVG ですね。ぜひ遊んでいってください。それじゃあどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。